本日、ピンポイント世界史解説、戦後のアメリカ、戦後のアメリカ大統領、参ります。よろしいでしょうか。というのは、はい、現アメリカ大統領、もちろん、トランプ、前大統領、オバマ。で、その前、ちょうど2001年ですね、同時殺人事件が起こった時のブッシュ、息子。この3人は、さすがに、まあ、君らの時代でもあるんで、皆さん、ここはいけると思うんですよね。じゃあ、多分戦後のアメリカ大統領、トルーマン、アイゼンハー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ、クリントン、このちょうど10人です。これがね、なんと一発で覚えれる方法がございまして、ただ一発覚えれるっていうか、私いろんな話しでいろんなネタとかもするんですけど、卒業した生徒とかがね、もう覚えてないって雑談だけなんですよ。でも卒業してもこれだけは、戦後のアメリカ大統領だけは覚えてますっていう素晴らしい、まあ素晴らしいかな、覚え方がありまして、本日、披露いたします。というのは、戦後のアメリカ大統領の前に、はい、まずアメリカ大統領任期4年なのをご存知ですかね。で、2期まで当選できます。で、今日の覚え方なんですが、実は、はい、2期当選しましたトルーマン、はい、そして、そのトルーマンに代わりまして雪解けを迎えます。冷戦が始まるんですね。トルーマン時代にアイゼンハー2期務めます。そしてケネディは有名なあの核戦争一歩手前、キューバ危機、はい、乗り切ったんですが、暗殺されてしまい2期当選できませんので、はい、1期ですよね。で、そこから繰り上がったジョンソン、ここでベトナム戦争が始まりますが、彼も2期は当選できてない、途中で繰り上がったからね。そして、はい、いよいよそのベトナム戦争の泥沼を迎え、ドルショック、ニクソンショックですね、金とドルの交換停止、そしてニクソン訪中、中国の力を借りてなんとベトナム戦争を終わらせたんですけど、ニクソン残念ながらウォーターゲート事件で初の、アメリカ大統領、このスキャンダルによって辞任いたしまして、はい、2期当選できておりません。そしてだから副大統領が副大統領が収穫したフォードも2期当選できず、はい、カーター、人権外交が擁護し外交で売れて2期当選できず、で、レーガン、強い目をかけて双子の赤字を迎えるものの2期当選できた、このレーガンに代わったアイ・ブッシュ、弟ですね、いよいよマルタ会談で冷戦、ゴルバチョフ大統領と、会談し、冷戦を終わらし、そして湾岸戦争、あのサダム戦に勝ったのに2期当選できず、実は作った時はまだクリントンが2期当選できてない時代でした。ん？っていうのは、2期当選できた2文字、2文字、2期当選できなかったのに1文字で、はい、俺が大統領、ポイントはスタッカート、はい、ケネディ、ここで来てください、はい、カーター、ここで来てください、はい、クリントン、ここで来てください、はい、覚え方、トロイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック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 、ここでください、トロイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、トロイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、何の意味もないです。これがね、なんかね、卒業しても一番覚えるって言われると結構悲しいんですけど、いやね、ジョニー・ホーカーだけは、ジョニー・ウォーカーっていう、ウイスキーしてる、ウイスキー、ちょっと買ってきたけど、はい、ウイスキー、ね、ジョニー・ウォーカーっていう、はい、見えるかな、ちょっと見つかって、はい、ブラックレーベル買ってきたんですけど、はい、ジョニー・ウォーカーで、まあ、ウイスキーなんですよ。そのジョニー・ウォーカーのかかってるぐらいで、音だけ、トルワイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック。トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、じゃあ5回ぐらいで覚えます。トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブック、どうでしょう、これ何か悲しい方もいろんな話でこれを覚えてますって言われるとどうかと思うんですけど、でもこれね、確かにトルーマン、アイゼンハー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ、クリントン、結構覚えるんですよ。で、できたらもうでもトロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブックじゃなくて、今さっきみたいにトルーマン、アイゼンハー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ、クリントン言えるようになってほしい。一番ダサいのは、戦後アメリカ大統領言えるで、だからトルーマン、アイゼンハー、ケネディ、ジョンソン、トルアイケ、ニクソンと、もうたまとらん、もういきなり、トルーマン、アイゼンハー、ケネディ、ジョンソン、ニクソン、フォード、カーター、レーガン、ブッシュ、クリントンみたいな、もうこれでいいですよね。で、これ本当は、クリントン2期当選してるから、トルアイケ、ジョニー・ホーカー、レブ、クリ、これ悪いですよね。いないよね。トルアイケ、ジョニー・ホーカー、レブ、クでいいよな。で、さらに、本当は、続き、いるの？何があって言ったら、実は息子ブッシュ2期当選してるから、本当はトロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブックにブツーズになるし、やろ？で、またね、オバマさんも2期当選したんですよね。だから本当はトロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブックにブオバーになるし、で、さらにトランプさんがさあ2期当選するかどうかっていう状況なんですけど、はい、現在ね、トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レイブックにブオバトーっていう、いやろ、はい、ということで、トロアイケ、ジョニー・ホーカー、レ
ジョニホガネの服いかがでしょう。あ、もう一つ忘れました。こちなみにトロア家ジョニホカレーブック、トロア家ジョニホカレーブック覚えていただけると、例えば現在トランプさんがまあ共和党だけど、前のオバマだから共和党、あ、民主党やな、でその前のブッシュ共和党の、あ、まあ、これちょっとカットすると、ちょっとトロア家ジョニホカレーブック、トロア家ジョニホカレーブック、トロア家ジョニホカレーブックで覚えると、なんとですね、はい、問題、ケネディは民主党ですか共和党ですか。あの有名なケネディですよ。ちなみにブッシュ、オトンはむしろどっちだったかっていうときに、あの、見たら分かるんですけど、ここも一応ね、覚え方あります。これもね、一回聞くと忘れないって言われるんですけど、覚え方、トロイケ、ジョニホーカ、レンブックを覚えてくれたら、ここで来てください。ここで来てください。ここで来てください。覚え方、ミキョミミン、キョキョミン、キョキョミン。ミキョミミン、キョキョミン、キョキョミン。ミキョミミン、キョキョミン、キョキョミン。わかりましたか？民教民民教教民教教民民教民民教教民教教民。私よく音読性って言うんですけど、あの、気をつけてほしいのは、あの、トロイケジョニホーカーレンブック、まあ、ごめんなさいですけど、多分あのお家で勉強しながら夜中に民教民民教教民教教民民教民民教教民教教民言ってたら、多分ちょっとお母さん失敗すると思うのでやめた方がいいですよ。うん、でもあの一回ぐらいはどっかであの人気のいないところで民教民民教教民教教民言ったらめっちゃ覚えます。民教民民教教民教教民、まあ、いいですね。だってもうあのトランプが共和党で民主党で出ますよ。で、あの一瞬ブッシュが出なくてもここで民共民共民、ああ、トン共和党共和党ですよ。これ付け加えたら民共民民共共民共共民共民共になるので、以上終わりということで、戦後アメリカ大統領覚え方でした。